皆さんこんにちは、こんばんは。ピー助の飼い主のオダソンです。今日はなんと新しい子をお迎えしました。それでは一体どんな子をお迎えしたのかご覧ください。皆さんこんにちは、オダソンです。一体何の生き物をお迎えしたか皆さんわかりますか？お迎えした子のために今住処を作ってるんですけど、多分この段階で分かっちゃう人には分かっちゃうかもしれないです。え、うん、あ、ワニさんの家。あー、惜しい。今回お迎えした子はなんとリチャードソンジリスです。え、もうピースケがいるじゃんって。確かに同じ種類なんですよ。確かに同じ種類なんですけど、ピースケにもやっぱり遊び相手が必要かなって思うんですよね。リチャは単独生活する生き物なんだから別に一匹で十分じゃんっていう声ももちろんあると思うんですよ。もちろんどっちもがオスだった場合はそうかもしれないですけど、どちらかがメスだった場合また話が変わってきますよね。どっちがオスでどっちがメスかっていう話はまた次の機会に話すとして、この子まだ生まれて3ヶ月のプチベビーなんですよ。実はこの子めちゃめちゃおとなしいんです。おとなしいっていうよりもむしろ超ビビり、ビビりすぎて逆に困るぐらいビビり。近づくとお前は通りの人形かっていうぐらい固まっちゃうんですよ。見てください、この何とも言えない表情。自分が部屋にいると怖がってストレスになっちゃうんで、ちょっとカメラだけ置いて部屋を出てみます。一応ケージのレイアウトもペットショップと同じようにしてみたんですけど、来てまだすぐなんで全然落ち着かないですね。ただ見た感じ人がいなければすごい活発に動いているんで、この感じはピースケと一緒でなかなかやんちゃな子になりそうですね。でトイレの場所なんですけど、トイレの場所はやっぱり大体の子はペットショップでやっていたところにトイレすると思うんで、ケージのレイアウトするときはトイレの位置だけはちゃんと考えて作ってあげた方がいいです。そうすれば大抵のリチャはトイレの位置を覚えてくれますからね。うちに来てまだ間もないので、しばらくはそっとしておいて、ある程度慣れてきたなって思ったらピースケと対面させてみようと思います。そして皆さんがきっと気にしているであろうこの子の名前なんですけど、実は飼った瞬間に決めた名前があるんですよ。皆さん何だと思います？ヒントはこちらですね。え、ワニくん？え、マヨビバくん？まあ冗談はこれくらいにして、この子の名前はビビマルくんに決定しました。名前の由来はもちろんビビリだからビビマル、ただそれだけです。まだまだ生まれて間もないので小さくて細いですが、おそらくすぐにピースケに追いつくと思うので、皆さんこれからビビマルのことも応援よろしくお願いします。ってことで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。